天章院付き大奥女中では、江戸幕府十三代将軍、徳川家貞の正室天章院に仕えた、大奥女中を称述する。なお紹介は、資料上の最終役職順位で羅列する。時は、幕末の江戸幕府大奥女中。署名は高辻。出寺は不明。宿元は、表高家の中条新広氏。当初は、徳川家小室。 年明姫付きの上老お年寄りで、江戸上斎の丸の老女であったが、年明姫没後は、爪となった。うち、将の将軍就任に従って本丸に進んでいる。安政三年、徳川家定室として厚姫が大奥に入ると、厚姫付きの上老お年寄りとなった。文久頃までには大奥を知死している。初世は、幕末の江戸幕府大奥上中。署名は、 久米山父は旗本、酒木原氏。宿元は、老いの酒木原七郎絵門。当初は、徳川家小室、年明姫付きの中年寄りで、江戸城西の丸にいたが、年明姫没後は、詰めとなった。うち、小の将軍就任に従って本丸に進んでいる。安政三年、徳川家定室として厚姫が大奥に入ると、 共に大奥に入っていた幾島と共に厚姫月のお年寄りとなった。文久頃までには大奥を知死している。滝井は幕末の江戸幕府大奥上中。署名は岩野。父は旗本、熊倉茂高。安政三年厚姫が十三代将軍、徳川家定の皇室として大奥に入ると、月の中年寄りとして厚姫に仕えた。 後に昇進してお年寄りとなり、名も、滝井と改名している。つぼね合は、幕末の江戸幕府大奥女中。祖父は、関正秀か。弟に故将組を務めた、関十三がいる。安政三年厚姫が十三代将軍、徳川家定の皇室として、大奥に入ると、月の中年寄りとして、厚姫に仕えた。文久三年江戸城で火事があり、 西の丸、ついで本丸、二の丸が消失するに伴って、多くの女中たちと共に暇を出された。しかし三年間は、初手当てを保証されていたという。歌川は、幕末の江戸幕府を置く女中。署名福。父は旗本、岡野氏。宿元はまた老いの岡の福次郎。将軍、徳川家佐脱出となった、厚姫月の御中老として仕えた。 後にご中老頭となり歌川と開明、改名、さらに中年寄りまで出世した。袖村は、幕末の江戸幕府大奥上中。署名宮。祖父は、青木県館か。弟に小普審を務めた、青木熊之助がいる。十三代将軍、徳川家定室の天章院にご中老として仕えた。現氏元年にはご中老筆頭となっている。桑は、 幕末の江戸幕府大奥上中。旗本、土屋忠兵衛の娘。宿元はおいでご小組を務めた、土屋国行進む。将軍、徳川家佐脱出となった、厚姫のご中老として仕えた。安政末には、名前が見られなくなり、致死したものと見られる。かよは、幕末の江戸幕府を奥上中。佐和陣兵衛の娘。宿元は、父で、 古十人組を務めた、沢神兵衛祖父は、沢沙根久。将軍、徳川家佐脱出となった、厚姫のご中老として仕えた。厚姫の大送りより仕え、文久二年度の女中文言帳にも名前が見られる。翌年の大量女中解雇のリストには、名前が見えないので以降も天章院に仕えていたものと思われる。つよは、 幕末の江戸幕府大奥上中、旗本大田氏の娘、宿元は兄で勝負心などを務めた大田祥太郎。当初は十三代将軍、徳川家裟月のご中老として仕えた。安政四年に家貞室天章院月のご中老と、なるが文久二年ご中老増人に降格されている。翌年の女中大了解故事に、 徳川家持ち室の数の宮きのつよが解雇されているので、それ以前に解明、あるいは致死しているものと思われる。坂大正2年6月30日は、幕末から明治期の徳川家の女中。父は、薩摩藩千葉氏。維新後の画号として、吉子を用いた。兄は、薩摩藩の奥に仕えた、千葉一左衛門永遠。高下から河栄頃、十大半ばで、 薩摩藩に仕えた。藩主、島津成明の娘厚姫に従い、安政三年月の御中老として、大奥に入る。江戸城開城以降も天章院に従って、駄田ヶ谷に移り、以後も川近くで仕えた。天章院の没後は、その命日に欠かさず、寛永寺に参ったという。その後も、女中頭として、 徳川家に仕え、家里の代まで徳川家にいたことが知られる。大正頃には名前が見られなくなるので、亡くなったか知死したものと思われる。墓所は青山霊園1位マイナス9から9。なお、千葉家の墓所は1908年10月21日、芝居皿後にあった大園寺から改装されている。 同時は同年杉並区泉に移転しているため、改装したものと思われる。なお、墓所は、令和2年現在無縁状態で、撤去対象となっている。マ福田は、幕末の江戸幕府大奥上中。原田氏の娘。宿元は、老いの原田八十一郎。安政三年厚姫が十三代将軍、徳川家定の皇室として、大奥に入ると、 月の表紙として、厚姫に仕えた。厚姫の落職後も引き続き仕えている。ありがとうございます。